ペトラ・マルティッチは、クロアチア・スプリト出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでシングルス1勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス14位、ダブルス53位。身長181センチメートル、体重63キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2009年全仏オープンにて、マルティッチは5歳でテニスを始め、 2003年にプロに転向。四大大会では2009年全仏オープンで予選を勝ち上がり初出場し初戦を突破した。2012年パリ大会のダブルスでアンナレナブローネフェルトと組み初めてのツアー決勝に進出し準優勝した。3月のクアラルンプール大会では初めてシングルスの決勝に進出したが、射ゼンマイとの決勝を途中棄権した。 4大大会では2012年全仏オープンの2回戦で、第8シードのマリオンバルトリを6-2、3-6-6-3、3回戦で、第28シードのアナベルメディナガリゲスを6-2、6-1で破れ4回戦に進出した。4回戦では、第10シードのアンゲリク・ケルバーに3-6-5-7で破れた。2013年以降は、故障により、成績が低迷していたが、 2017年、全仏オープンと2017年ウィンブルドン選手権で予選から勝ち上がり4回戦に進出した。2019年4月のイスタンブール大会の決勝で、マルケタ・ボンドローソバを16、64、61で優勝し初の WTA タイトルを獲得した。全仏オープンでは、第31シードから3回戦で、第2シードのカロリナ・プリスコバを63。3 64、4回戦で、カイア・カネピオ57、62、64で破り4大大会で、初のベスト8に進出した。準々決勝では、マルケタ・ボンドローソバに67、57で破れた。ウィンブルドンも4回戦に進出し、大会後の2019年7月15日付のランキングで、自己最高の20位となり、トップ20入りを果たした。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2010年ウィンブルドン2回戦の不先輩は、通算成績に含まない。ありがとうございます。